It's so annoying that you're smart, that your casual conversation, even a short duration, can cover everything from science based to art. It's so obnoxious that you're kind. 皆さんこんにちは。アロハ。ハワイ在住19年の南です。いつもご視聴ありがとうございます。いきなりレナーズベーカリーからのスタートですが、今日ご紹介するのはレナーズでもマラサダでもありません。レナーズのすぐそばにあるお店をご紹介します。お店の場所を見てもらうために有名なレナーズをまずご紹介しました。と言ってもやっぱり一言言わせてください。マラサダは出来たてを食べてほしい。熱々でふわふわで昔の揚げパンを思い出します。食べたことなければぜひ一度食べてみてくださいね。並ぶのもうなずけますよ。それでは今日も最後までぜひご覧ください。2020年3月にカパフルアベニューにオープンしたアブリア・イブシさんは、オープンしてすぐにパンデミックでロックダウンになってしまい、ロックダウン後はテイクアウトなどでお店を続け、なんとか乗り切ったそうです。焼き物を中心に居酒屋風メニューや豊富なおつまみメニュー、かわいいメニューの絵が飾ってあって、店内の雰囲気もすごくいいですよね。もっと早く来ればよかったって思っちゃいました。実はずっと気になっていたんですよね。お店の前を通るたびにどんなお店なんだろうって。メニューはこのテーブルにある QR コードをスマホで読み取るスタイルです。お店の看板メニューといえば、炎が立ち上がる炙り焼き、塩麹に漬け込んだお肉も柔らかいそうです。炭焼きもあれば炉端焼きもあります。おつまみもいろいろ種類は豊富です。締めはラーメン、しかもオックステール。お酒もいろいろありますよ。カツオのたたきはお好みでガーリックや生姜をのせていただきます。塩をパラパラっとかけて、とりあえず全部のせて食べてもらいましょう。おいしい、おいしいです。おいしい。お店の名前にもなっているイブシさんが炙り焼きを見せてくれます。網の中にお肉を入れてスモークをまとっていくんですね。すごい火力です。豪快に炙られています。網にもまだ火がついてます。とにかくお肉が柔らかくて、スモークの香ばしい香りが美味しさを引き立てています。柚子胡椒がピリッと辛いけど、鶏ももと絶妙なマッチです。この炙り焼きは他の居酒屋さんではなかなか見ないですね。イブシさんずっと火の前にいて熱くないのかな。ラーメンはオックステールラーメンだけですか。そうです、オックステールラーメンだけです。ラーメン、じゃあ一つ、はい、1つ、はい、で、まあ、店長として、店長、はい、お兄さんは、僕は彼の小学校の時の幼なじみで、あ、そうなんですか、はい、で2人でお店をやられたのが3年前。そうですね。あ、コロナ禍の中始められたんですね。そうです、オープンして3日後にパンデミック、あらー、金融センター、インスタグラムぐらいしてですね。あ、で予約はYelpから。
そうですね、メールとか、はい、あとはもうお電話を直接します。ああ、お休みの日ってあるんですか？あ、月曜日が定休日。月曜日がお休み、はい、はい、ありがとう。じゃあラーメンお願いします。はい、3等分していただきます。オックステールもたくさん入っています。麺はもちもちしていて、スープもコクがあって、オックステールも柔らかくてめちゃくちゃ美味しいです。しゅんさんが働いてます。元ケーズアナウンサーです。覚えてます。もう大好き。声で分かっちゃった。ありがとうございます。ペンシルしゅんさんは絵描きさんで、絵本を2冊出しているそうです。紙袋とペンを取り出し、何やら描き始めました。これはもしや似顔絵？即興で描いてる。めっちゃ早い。私の似顔絵ちゃんと釈迦をしていますね。ペンシルしゅんさん、ありがとう。今日の動画はいかがでしたか？コロナ禍を乗り越えて、日本人の若者たちが頑張っているお店、応援したくなりますよね。ワイキキからはちょっと離れていますが、ウーバーでも行けますので、アブリやイブシ、ぜひ予約してみてくださいね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そして皆さんのコメントを待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend。 まハロー、バイバイ。